はい、今回はですね、仮想通貨詐欺のことについてちょっとお話ししようかと思います。数年前のことなんですけども、フォインっていうね、暗号通貨、仮想通貨がありまして、これがね、F1 の公式の、スポンサーになってるということで、レーシングカーの先頭にもね、フォインとか言って書いていたんですよね。あ、これすごいなと思いましてね、紹介を受けた時に、私も一発で、このフォインっての可能性あるんじゃないかなと思っちゃったわけなんですよ。まあけどね、警戒に警戒をして、一応フォインに、お金は預けるんだけども、フォインというね、暗号通貨を買うんだけども、上場前に。なくなってもいいか、みたいな金額を入れました。その額が100万円だったんですよね。100万円がなくなっちゃってもいいっていう感覚もどうかしてるんですけども、とりあえず100万円はもう、入金した瞬間に返ってこないと。1円たりともなくなったという気持ちで見ていました。そうするとね、しばらくして、プラスで300万ほどいるんだよっていうことでね、アナウンスが来たんですよ。いや、さすがに出せねえなと思ったんですけども、いろいろあってですね、結局出すことにしたんですよ。それから、送金の手数料だかなんだかで、結局、丸々500万ぐらい、このフォインには入れたんですけども、ビダ一文返ってきませんでしたって話でございます。それが私の経験ですね。これを詐欺られたというふうに感じるかどうか人それぞれなんですけども、私は詐欺られたと思ってます。で、そして、懐かしいことに、2022年の8月18日、何気なく、フォイン、で検索すると出てきたのがこの2019年9月9日の記事だったんですよね。もう2019年の9月9日といえば当然私ももうフォインのことを諦めていて、で、もうね FX の、トレーダーとして自分を鍛えることに邁進していた時期でもありますね。ですんで何も恨みには思ってないんですけども、今だからこそこうやってね客観的にフォインっていうのを見て一人の人のこのブログですけども評価を受け止めてみたいなと思うわけですよね。ですんでこの記事まだ私も読んでません。ちょっと続けていきましょう。仮想通貨は高い有用性や将来性が期待されている一方で詐欺に悪用されるケースも少なくありません。今年は詐欺の疑惑が生じているフォインについて紹介しますということですよね。いろいろ書いてますね。フォインの基本情報、疑惑を求めている理由、不自然なチャートの動き、その他ポンジスキームと見られる体験談、financial.org、もともと financial.org に私は投資したつもりだったんですけども、突然フォインというものになっちゃったんですよね。強制的にふざけんなって話ですけども、その時に不安に思われる方は解約してもいいですよとか返金しますみたいなのがあればよかったんですけども、なんか知んないけどもね、強制的に自分の預けた、もともとはね米国債、アメリカの株とかに投資する会社だったと思うんですよ、ファイナンシャル ORG って。だから参加したのにいきなり暗号通貨フォインっていうのにね統一されてしまって、私の希望ではなかったんですよ。多分私にこの話を持ってきた人もそんなはずじゃなかったのにっていうとこだったんでしょうね。だからとてつもない濃いね、緻密に練り上げられた投資詐欺だったんではないかなと思っています。で、最後に financial.org に対する各国規制当局の反応ということで、F1 の公式、スポンサーになったくらいですから、F1 にもちょっと責任取ってもらいたいですよね。で、フォインの基本情報ですけども、金融分野に分散型で P2P の仮想通貨をもたらすことを目的としたというふうに掲げられてますけども、実際は関係ないんでしょうね。公式サイトによれば、ウクライナのキエフねえ、これもなんか今となっては符合するものがありますよね。偶然だと思いますけども、で当時の上場取引場所は P2P、B2B、ホットビット、クリプトブリッジの3つということで、いずれもなんかねどうしようもないところだなというところですよね。さらに OKX にも上場予定であるかのように公式サイトで掲載されてますが、そういうことはなかったと記憶しています。詐欺の疑惑も持たれている中で、このような大きな取引所に上場した場合、市場が混乱する可能性もあります。多分ね、私の考えなんですけども、このフォインを上場前に買った人用に見せているフォインの動きと、マーケットで言われている、いわゆる普通のフォインっていうのは、関連性がないんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ、上場した時に、なんかね、紐付けができてなかったみたいなことがあって、未だにそのフォインっていうのが、市場で売ることができないっていうね、おかしなことになってるんですよ。同じフォインなのに、市場にフォインが入れることができないみたいなね。で、市場で買ったフォインは市場で売れるけども、プレセールで買ったフォインはどうすりゃいいんやって話というね。はい、疑惑を求めている理由ですけども、不自然なチャートの動きっていうことが書いてます。価格下落を一気に回復という不自然な動きが何度も起こっていると。通常価格が下落してからすぐぴったり同水準に戻ることは起きないと。で、開発進捗が1年以上未更新ということ。これもね、途中からこの開発っていうのが別にもともとなかったんで、もうやっているふりをすることはなかったんじゃないかなと思いますね。はい、フォインのブロックチェーンがどのような仕組みで成り立っているのか不明ですと。で、ポンジスキームと見られる体験談っていうのも書いてますよね。日本人によるポンジスキームと見られる体験談が複数投稿されていると。ポンジスキームっていうのはね、よくある詐欺の手法ですけども、まあかなり危ない詐欺ビジネスということで言われてますね。で、その通りだったわけですけども、で、フォインの実例、インターネットで複数確認できるフォインのポンジスキームと見られる体験談によると、フォインを運営しているファイナンシャル.org という会社に投資すると、資金運用の結果、月利 15% 得ることができる、知り合いを勧誘すればもっと利益を得られると、知り合いやセミナー経由で勧誘されるケースがあるということで、まさにネットワークビジネスのね、一形態を取っているかなというところです。しかし、資金運用に使われるとされている AI システムの仕組みが不可解。紹介業以外の会社のビジネスモデルが不明瞭といった懸念があります。それがそのまま当たったということですね。で、運営企画、ファイナンシャル.org とはということでございます。フォインとファイナンシャル.org のつながりですけども、コインマーケットキャップでフォインのページを確認すると、通常は表示されない忠告文が掲載されると。これ私当時も見てました。そしてフォインとファイナンシャル.org の間につながりがある可能性が高いとわかりますと。なるほどね。赤い枠の中には我々は多くの規制当局の監視対象に入っている団体、ファイナンシャル.org がフォインと提携しているという報告書を受理しました。ご自身の注意義務を果たしてくださいと。要するに、これ危ないから警戒してよってことなんですよね。で、閉鎖された公式サイト。まさに、ファイナンシャル.org の公式サイトは閉鎖されました。で、飛ぶなと思ったわけですよ。操作を停止しましたトークンの要求方法は2019年8月に公開済みですという文句だけが表示されているということですけども、実際そういうことはなかったと。フォインのトークンは2019年の7月まで出金できないという情報があり、トークンの要求法はそれに関連するものと見られるということなんですけども、実際はこれは2020年の1月に現金になるという話だったんですけども、そのまま消えて終わりということですよね。で、ロイターによって暴かれたファイナンシャル.org の実態ですけども、ロイターの独占地域、ここにね、リンクがありますんで読んでみたいと思います。で、ファイナンシャル.org はイギリスに、拠点がある会社で、2018年1月の時点で、著名な F1 チームや教育ビジネスのスポンサーとなっていると。しかし、法で義務付けられている金融取引ライセンスを取得していないにもかかわらず、アジアの投資家から莫大な資金を集めている会社です。まあ、私もアジアの投資家の一人としてお金を搾取された一部ですけどもね。出資者にアメリカの有料企業に投資して資金運用を得ると説明しており、そう、最初はそうだったんですよ。暗号通貨とか関係ないから私いいなと思ったんですけども、ロイターが接触した複数のファイナンシャル.org の投資家は利益を上げることができたと語っています。これはまあいくらでも言うことができますよね。しかしロイターは実際に株取引を行えた動画を確認できなかったです。つまりロイターは、米国債によって、ファイナンシャル.org がちゃんとお金を入れてるのかどうかってことを調べようとしたら、そのね、ログが残ってなかったってことなんですよ。つまりは、取引をしてなかった恐れがあると。同社は2年前、イギリスの公式の会社登記簿に不動産業として登録したということで、とんちんかんな登録なんですよね。会社としても。で、イギリスの企業登録者であるなんとかハウスは1月23日に決算書を提出していないために同社を削除する準備を進めていると述べました。つまりは、決算もしてないいい加減な会社ってことだったんですよね。で、会社が削除された場合、会社の資産は州に引き継がれるということになるんで、明らかに完全な企業でないと分かりますと。よく調べてくれましたね。まあでも2019年でこの記事書かれてますけども、この時期にはもうね、手遅れだったってことなんですけどね。ファイナンシャル.org に対する各国規制当局の反応ですけども、各国規制当局もファイナンシャル.org に対して厳しい姿勢をとっていますと。フィリピンの証券取引委員会は、ファイナンシャル.org の無許可の投資案件を紹介した場合、最大21年の懲役が課されるということで、日本でもね、多くの方が勧誘してましたけども、重罪なんですよね。ね、牢屋に入れみたいな感じになっちゃいますね。さらにマレーシア、シンガポール、インドネシア、タイの規制当局は、ファイナンシャル.org を投資家への要求、注意企業警告リストに掲載したということで、警戒されまくりじゃないですか。そしてアラブ商品取引委員会は、 UAE は当時はファイナンシャル.org のウェブサイトとサービスが金融商品を扱っているため、投資家に警告するということで、警戒されっぱなしのファイナンシャル.org だったということでございます。でもね、営業マンの方はインターネットにいろいろ書いてあるけども、よく知らない人が書いてるで気にしないでって言うんですよ。いや、でも気にした方が良かったですね。そのような会社が運営していると見られるフォインも決して安全とは言えないでしょうということで、お金取られて終わりということでございました。仮想通貨発展途上だからこそ、俺未だにそうですよ、大きな伸びしろや可能性を秘めていますが、こういうふうな違法行為の温床となってますんで、注意してくださいということで締められています。いや、やられましたよね。本当にね。ふざけんなってことですけども、まあでももうしょうがない。こういうのもね、投資の一部です。詐欺られるのも投資の一部ですからね。バイビット取引所バイビット、与沢翼さんが使ってるので有名ですよね。でヒカルさんとかも使ってるんでしたっけね、バイビット。まあなるほどね。まあバイビットもいいんですけども、今回はフォインのことについてちょっとねいろいろと語ってみました。皆さんは詐欺られた暗号通貨ありますか？またコメント欄で教えてください。